やばい、座れるの、ギリギリ。手術は、もうそれ1回目なんですけど、もう1回やるっす。私生活がエグいっす。え、何にもできない。これめちゃめちゃ使ってほしいっす。病院名まで出して、クソだったんで、マジで。マジで、もともとケツナナはあの、うん、結構人に見せるタイプ。なんでさ、どういう YouTube ってケツナナ大丈夫っすか、行きますよ。お前は本当に言っとるやろ、お前バーキングレロ言って、バーキング止めろって言ったよね。言いました、すいません。やばい、座れるの、ギリギリ覚悟決めて座ってるんですよ、なんか。そう、うわ、嘘、ごめんな、まずこれ大げさじゃないっすよ。いや、わかるよ、俺ケンタの写真見たから。いや、そんな写真は、あれ甘いやつっす、あれ手術後じゃないから、ブワーってなんかグワーって切れとるじゃん。あ、手術は、まあ、それ1回目なんですけど、もう1回やるっす。何言って、この見えたことある、ケツの穴の、なんか、イボがなんか取ったんじゃないんだな。あいつら、痔とか言ってたよ、ケンタ。笑っとったっすよね、痔って言って。やば病気、言えるやつ。肛門周囲腫瘍ってやつ。うわ、なんか、悪性の腫瘍ができて。何、それは知らないの、知らないです。でも、私生活がエグいっすよ。何にもできないです。旅行の午後になったんですよ。旅行は行ったの、お前。旅行行ったんですよ。その前の日にめちゃくちゃ痛かったんですけど、うん、お風呂入ったらちょっと行けるかなと思って、うん、で翔さんに、あ、行きますって。何が痛かったの、肛門が、ケツの穴、ケツっす、肛門があるんですよ、うん、入り口、それ、これ入り口、肛門、うん、そうです、うん、で、右ケツ、左ケツ触ると気持ちいいところだ、ね、あ、そうです、この この右サイドが肛門に沿ってバッカン腫れてるんですよ。うめちゃくちゃでかくて、その幅ももう肛門に沿って腫れて、全部腫れてるって。うんこもできるみたいな感じ。うんこはできるっす。痛いの、痛い。旅行行った午後になんか悪化しだして、うん、ずっとハイエース運転したりとかしてたんですよ。どこに座ってても痛かったんで、うん、だったら運転した方がまだ気紛れるかと思って、うん、それがダメだったんですよ。その悪化、やっぱ悪化させる行為なんで。その旅行の午後に熱も上がってきて、でも旅行の午後はもう車から降りたくねえわって言って、ずっと車にいて、で帰ってきた次の日に肛門か、これめちゃめちゃ使ってほしいです。病院名まで出して、でそこで一回手術したんですよ。使ってほしいって、そこの病院を使ってほしいよ。もうクソだったんで、マジで。マジで？マジでクソ。どういうこと、どういうこと、何がクソだった？まず対応もひどいし。肛門か、そうそう、本当に痛いなみたいな、いきなり何も言わず指突っ込みますけど、それが簡単に反応ない、そういうミスです。 Google の口コミ書こうかと思って、うん、マジひどすぎて、むちゃくちゃ痛いのに、で、じゃあ、まあ、とりあえず切るよみたいな、麻酔して切るよって、うん、そんな痛くないからって俺って注射ぶっ刺してきて、もうめちゃめちゃ痛くて、うわ、俺超騒いだんですよ、子供みたいに、うん、急いだ、なんか静かにしてよ、若いから痛いだけだよみたいな。でそれで散々な対応した挙句に、うん、その術後はめちゃくちゃ劇的に楽になるから、うん、海も出るし、うん、その薬とか飲んでるも普通の生活できるからって言われて、うんうん、全然治んなくて、うん、おかしいって言って、うん、でまた来てくださいって言われてたんですけど、うん、もうあんたのとこは行かないよって電話して、うん、でこっちに来たんですよ。肛門科で有名なんだ、ここは。めちゃくちゃいいって言って、うん、ここは何十秒よ、ここは野垣病院。野垣病院でこっちに来て見てもらったら、うん、まあ、1回目のその手術の切りが甘いから、うん、全然海も出てないし、うん、出してる薬もこれじゃないねみたいなこと言われて、マジめちゃくちゃ切れそうになって、うん、それこっちまた手術し直したのか。じゃあ今からし直す。あ、マジ。その手術、じゃあその手術はもう無駄に終わったってことだ。無駄に痛い思いして、余計痛いだけか。でしかもその切った切り口からさらにバイ菌入って悪化したんですよ。うわ、最悪、最悪だな、最悪。うわ、無駄、マジマジです。で俺その手術がトラウマなんですよ、だいぶ。すごい痛すぎて、すごい痛すぎて。だけど麻酔とか打たんかったんですよ。歯でもそうですよ、だんだん順番に打ってくじゃないな。1回目が痛いのはしょうがないですけど、うん、あっちの病院は5回目まで痛かったんですよ。普通は経験者とかに聞くと2回目3回目ぐらいはもう全然痛くない、うん、感覚もない。ああ、まあそうだよな、歯とかでもそうだよな。そうそうそう、最初だけでも地区ぐらいだよな。向こうは5回バリバリ同じ痛みだった。麻酔が効いてなかったんじゃん。ですかね。
手術も痛かった。めちゃくちゃ痛かったです。でも麻酔効いてないってことだよな、じゃあ。はい、めちゃくちゃ痛くて、うわ俺もう騒ぎまくったけど。麻酔打ち直してくれんの？痛いって言っても。いや、その打ち直しが痛いんですよ、また。麻酔じゃなかったんじゃん。水入れられたのかな。だよな、栄養そのレベルだよな。だって麻酔なんか効かんわけねえじゃん。絶対効きますね。絶対効くやん。全く変わってなかったです。もう座っただけでも痛い、歩いただけでも痛いものを切られてます。めちゃくちゃ痛くない。拷問ですね。拷問だよな、はい、肛門だけに。こっちでスルーします。こっちで同じ手術をするのは、まあ、費用も安いし、うん、その日で終わる。もうこっちは2種類提案されて、うん、本当にその手術がもうトラウマだから、うん、もし避けたいんだったら 2,3 日入院になるけど腰に麻酔打ってやるか。あ、下半身麻酔、下半身麻酔って言うんですね。部分麻酔じゃなくて、あ、そこも無限になるから、うん、あ、もう全部麻酔かけちゃって。そうでもその揺れてるのが、うん、局部麻酔1回やったやつを耐えたら4万浮くんですよ。へ、うんうん、そんな一番やっぱ入院代が高い。あ、なるほど、なるほど。それ保険入ってないのかな。社会保険使ってその金額です。あ、生命保険は入ってないですか。生命保険入ってないですよ、ね。で俺これを機にも生命保険絶対に入ろうって言ってた。ああ、そうだな。今視聴者さんでも多分若い人いるんですけど、うん、絶対に入った方がいいですね。僕も、あ、そうだな、若いし無敵だと思ってるから。嘘。俺まだ思ってるんだけど。絶対にいいですね。多分現場の人は割りかし入らんかもしれないですね、うん、現場系の子は。僕は19歳の時に入ってたんですけど、うん、生命保険の意味があんまり分かってなくて、ただ死んだら金が誰かに渡されるってだけだと思って。あ、そういうことな、うん、で僕の場合身内がいないから、うん、その受け取り人が僕に保険を紹介した人だったんですよ、うんうん、で僕19歳だから何も分かんないじゃないですか、うん、保険ってネズミ講なんだなって思って。なんであの写真が送られていいの。ちょっとこれ貼っとこうか。いや、貼っとこうか。モザイク、全面モザイク。最新のがあるんで見てほしい。うわ、肛門丸見えたのかよ。ほくろ、そこ、ここズバー切ったのかよ。そうっす。うわ、これを今からさらに深く切る。すげえ。言うたら中途半端なやつをちゃんとしっかり手術し直すってことですよ。まあ、ショーさんとかにもビデオ通話とかで見せたりしてる。ビデオ通話で見せる。どういう状況それ。もともとケツナナはあの結構人に見せるタイプ。なんでさ、どういうタイプ。どういうタイミングで見せるの。見られて興奮するの。興奮はしないですよ。なんか酔っ払ったらチンコ出す男の人いるじゃないですか。それと一緒です。ああ、酔っ払ったら肛門出しちゃう。肛門とかチンコとか出しちゃう。一緒やん。どうなんだよ、お前。お前がその、何、手術して、はい、ここで入院したのいつなの。入院はまだ。まだ手術これから12時。あ、そういうこと。なんで今、受付だけ終わらしすぎて。で、今、待ちの状態か。待ちです。手術待ちです。で、俺はもう、あの、痛い方でやります。これ、嘘。痛い方でいきます。あ、もう、あ、もう4枚を貸す。いや、昨日カイジ読んでたんで。カイジじゃない。金は命より重い。骨側でした。骨側は4枚なんかお前1回飲んだら割合でいいか。お前はバカみたいな酒スナックって言ってそこまでから使っとんなんで。でもそれを見て、うん、目が覚めた。なんで俺こんなんでもらってたんだ。いや違う、そこじゃねえんだよな。そこ4番バカなことだよお前。まああの怪我もあるだろう。手の怪我。もうどうでもいいですね。手なんともないです。なんともなくはない。ここ全部だろ。うん、小指。これもあんまり。折れてるだろ。折れてます。あんまりわかんないと思うんですけど。なんでお前あれなんかガードみたいなのしてないの。もう取っちゃいました。なんで。ちょっともう生活に支障が。いやお前やっとった方がいいぞ。後で本当に痛くなる。あと曲がってくっついたりするとね。小指を出して。本当にリハビリは絶対真面目に行けよ。もう自分でも嫌なの。俺もそれやっとかなかったので行きたいもん今でも。いや、まあ、指もちゃんとやるよね。指もちゃんとやる。肛門なんかいいよ。いや、肛門が今ちょっとやばい。体の中で一番大事です。まあ、今のことだけ考えてるね。カイジに書いてなかった。今日のことだけ考えちゃダメよって。カイジに書いてなかった。カイジは目の前に必死になれた。ついてねえな。でもちょっとお払いがなんか言ったらいいかもしれんな。本当ですね。役年って何歳 ?24。あ、僕役年です。あ、マジ。11月の終わりに差し掛かって、あ、厄年もう終わるわ、うん、楽勝だわっつったら指折れて。そうだよな。その半月後にケツの穴に腫瘍ができて。いや、正月は行った方がいいぞ、うん、でもなんかこの間言っとったな、その会社の社長さんが。なんかすぐ神様にみんなお願いするけど、そうじゃなくって
俺らぐらいが願う願い事ってちっちゃいから神様ってやっぱ遠くにおるから、うん、その人の願いはあんまり聞いとれんと、うん、だけど先祖とか一番近くにおる人たちを大事にしたら神様に話を持っていてくれるじゃないけど、うん、俺らじゃ無理やからどうしてってじゃないだからその人間ってすぐこう参拝とかそういうことばっかり来たからじゃん、うん、だけどやっぱお先祖とかそういうものをやっぱ大事にしていかなきゃいいよってお前もちょっと訳ありだろう家族的には大きありですね訳ありだろ一回ちょっとそういうの行った方がいいんちゃうそうっすね親に会える人とかお前の親見つけたら会いたいどっちが会ったことない会いたくもないどっちが会ったことない会ったことないねお母さんお父さんはあるのお父さんは小学校3年生まであ今連絡取るの取れないですだから最後に会ったのは9歳探偵使ったやりに行こうぜいやだもう会いたくない別にいやいいっすどっちでもいいって感じです交通費と夜のあのキャバクラ代出したらマジっすか分かりましたキャバクラ来たよキャバクラで落ちちゃった交通費も出る日当も出る夜のキャバクラ代なんで2件まで OK どっちでもいいのにそれ来たらプラスになります今回ので俺分かったんですけど、うん、バチってあるんですよ、うん、今までの人生バチ当たりなことばっかしてたんですよ帰ってくるんだよな絶対本当に絶対帰ってくるんだよ YouTube じゃ言えないようなバチ当たり24年分帰ってきたんですかじゃあでも24年分帰ってきたら多分俺は死ぬんですよ、うん、そんぐらいのバチをしてきたんですだからやばいそれまだ海ができてないわけだ、うん、トラウマ2回目やるんで一つの可能性としては前の病院がヘボすぎて痛かった説、うんまあ、大して痛くねえんじゃないわそうなんですそれを信じてるんです、まあ、手術なの痛めえでなで痛いって言ったら絶対嫌な普通の病院は頼むよはい頑張ってください YouTube って結論なの大丈夫ですか見せたいんですかいやダメだダメですダメですこれ全力の今回で分かったんですけど、まあ、普通の暮らしは当たり前じゃないですああね頑張ってくださいお疲れ様ですおいっすどうだったの手術は1回目に比べたら全然楽勝しそうそんだけえぐれとるもんなこれだもんでもこのえぐれる前海がある状態の方が全然痛いですいやこれ使いましょうじゃあマテスの映像のこれ肛門じゃないからね肛門だったらまずいけど肛門から3センチぐらいだと肛門から指突っ込んでその海側をこくああ寄せるんか寄せ出すっていうかいかき出すんや穴の方にうわでも出る出た出た昨日も一回これを手術しても出たんだろあそう全然抜けてなかったですね、うん、あっちのやつはでしかもあっちの野垣の病院は看護師も可愛くてでも肛門だろそのか可愛い人に見られる方が嫌じゃんいや嬉しいですいや、でも決断が見せたがりなんですよ。なんで？嬉しい。見てますよ。ただその気持ちいいとかじゃない、あの性的なあれじゃないですか。楽しい。なんか嬉しい。嬉しい。なんか今日髪型決めて、なんとかでいいな。髪切ってきました。そこも YouTube 見てます。あのぐらい知ってるな。3回目か4回目ぐらいですよ。なんか今日言い出した。もっと早く行ってくれよめちゃくちゃなんか携帯いじってこんなそっけないタイプでしたうそちょっとそれ言ってないすいませんでした店の名前出していいか分かんないけどいいんじゃない喜ぶみたいな話けどパーラーラッキーですでもパチンコやさあ違うパーラーじゃないパーラーパチンコやパーラー利用室です利用室どうなの今後とりあえず今はまだ毎日病院行ってでさっきのあの黒い深い穴あったんですよあそこにガーゼをこう突っ込んで、うん、でその中から海を出してるんですよガーゼを伝って毎日テレビやそのガーゼを交換しないとダメなんで入っとんない今も入ってますガーゼなるほどな項目立つみたいなもんやそうでその穴が閉じちゃうと逆に海が溜まった状態で閉じちゃうから塞いじゃうとかから逆に入れてなきゃいけないんですよ毎日、まあ、だん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 2日に1回になったりとかなるほど1週間2回になったりとかになってくるらしいです、うん、全治どれぐらいな予定では一応2-3週間結構長いな、うん、で痛いね痛いですずっと痛いから腹が開いてるのまあでもそんな多少です傷口をだって塞がるんでしょうあそうですうわ痛いなガーゼ入れられる時は痛いですけど傷口トンネンボから戻るぐらいどうする
普通のガーゼじゃ入ってかんじゃん。あ、なんか筒状のガーゼみたいなあるんですよ。タンポみたいなやつ。タンポ見たことねえもん。うっそ。その時はイチャイチャって言っちゃいます。でもすぐ終わるんで。そう。まあでもよかったな。よかったっす。手術終わって、無事終わりました。無事帰ってきた。帽子とかもあるんですけど。え？この2、3週間終わって、ケツがこうやってあって、これがな、肛門があるな、これケツがこうやってあって2つ割れて、その中から海がこうやってブワーって出てきてたら痔瘍、自分が今穴開いてたじゃないですか、手術して、そこのところだけだったらただの肛門周囲脳瘍なんです。もし奥からこう海が出てきてる場合、だったら僕はもう全治1ヶ月とか、そこから痔瘍って判明してから、痔瘍ってそんなにないんだ。そうするとこの中に海がある限り、ここのさっきの細い穴が塞がらなくて、でずっと痛いし、その奥を切らない限りはもう一生あるんで。お前は切らんでいいのか。これはまだ分からないです。その痔瘍って判明するまでこの傷口の経過を見ていかないと、この細い黒い穴が全く閉じないとか治る傾向もないみたいな、海がずっと出続けるんだったらもう根っこから出てるんで痔瘍になっちゃうんです。から肛門開いて、なんかもうその原因のやつ全部摘出しながら1ヶ月に入れてます。うわ、なんでなら原因は結局はバイ菌と普段の食生活とかあるみたいです。やばいのが1回小さいのができるんですよ。その小さいのが自然治癒とかで潰れる場合があるんですけど、だからもし身に覚えないのにケツの穴付近になんか傷口っぽいのがあったら、そっからバイ菌入ってまたなる可能性がある。で、翔さんは、なんか5年前になったらしいんですよ、これの軽いバージョン、それを潰して、そのまま放置して、今を生きてるんですけど、俺も1回目に自然放置したのは6年前なんですよ。やべえじゃん。だから翔さんもあと1年ぐらい来ますね。やばいな。こうなるかもしれない。しかも急になりますね、本当に。なんか前兆ない？いきなり痛いです。ある日トイレしてて、台出した時に何か違和感あったなぐらいで済むんです、最初は、その次の日から痛いです。そう、めちゃくちゃ痛くて、その半日後にはもう動けなくなります。全然前兆なかったな。最近ちょっと痛いな、まあ、ないですないです。いきなり出てなかった。あ、出てなかったです。強いて言うなら前日うんこした時はちょっとなんか違和感、右側になんか詰まってるというか、そんな感覚があって、まあ別に治るだろうと思って寝て起きたらもう動けないです。なりたくないです。なりたくないな。はい、怖いな。最初にだって今一番したいことは走りたいです。なんでなんでいいよ。走れないんで。ああそうか、痛い。で最近は歩けるようになったんですけど、もう 2,3 日前は歩けなかったんで。でも時期重なってよかったな、怪我と。怪我も労災出るけど、訪問で休むと労災出るもんね。勇気がなくなるね。だけど鉄の穴はみんな大事にした方がいいですね。大事にしてください、視聴者の皆さん。包帯、包帯何やもん、首すぎるお前、本当にマジで。で、これ挟んだらガンダルか、お前。アホだろか、お前は。本当に腫れとるぞ、お前。包帯巻きます、すぐ。でしょ、帰ったらすぐ巻きます。こういうなんか、固めるみたいなやつもあるんだろ。それあるんですけど、ちょっと問題があって、固める範囲がでかすぎるんですよ。ここまで固めるんで。ああ、そこまで行くのか。だけど、あとで、もうずっと痛いよ、本当に。はい、視聴者の皆さん、ちょっと長い動画になってると思いますけど、これが今後でも回復していく。まあちょっと本当に1、2ヶ月で仕事できるもんな。皆さんまた応援よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこの動画であれですけど、足場の買い取り、全部やってますんで、足場の買い取りと、飲み会か。飲み会っていうか、ゴルフの案内とか、ゴルフはもう決まってます。3月19日かな。に日程決まってますんで、ぜひそちらの参加で、そういう参加とかをいろんな案内を送るのにアドレスがなんかあるみたいで、なんかそれを概要欄に貼ったんですよ。はい、貼っときます。そこになんか登録するといろんな、まあ、飲み会イベントとか勉強会とかああいうのやってみたいなと思って、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てまた見てー。